ロッテ佐々木朗希投手が6回6安打4失点で4敗目を喫した先制した中で逆転されてしまって不甲斐なかったと思いますと振り返った味方に2点を先制してもらった直後の2回連打であっさり1点を失うと3回には2四球でピンチを招くとセミアの敵地だとレイエスに2飛を打たれ逆転を許した再び同点となった5回にはセミ宮に2打席連続で敵地打を浴び 決勝点を献上。ああいう打順のバッターに打たれてしまうと得点につながると思いましたと悔やんだ。佐々木は前回登板、15日の日本ハム戦、S コンで左足アキレス腱、剣、付近に打球を受け、2回途中で降板していた。全然大丈夫ですと幹部は問題なかった様子。前回よりも、球の、強さはあったと思うので、 まだまだいいボールを投げられると思うと話した。吉井監督は、調子は普通かなと思ったけど、ファイターズ相手に劣勢が続いていたんで彼も神経質になったかなと分析した。